ロゴ、東亜航空は、かつて、日本国内で、定期旅客便を運航していた、航空会社である。1953年11月30日設立。1971年5月15日、日本国内航空と合併した際に、合併先を、存続企業とし、法人格が消滅した。東亜航空のデハビランド DH-104W。 栃木県那須塩原市1953年11月30日に南日本航空株式会社として設立された。代表取締役は松下俊夫、本社は広島県広島市八丁堀にあった。筆頭株主は藤刺氏。資本金は1000万円。乗務員、社員は主に太平洋戦争における日本軍のパイロットらによって構成されていた。当初は 広島市中区吉島に当時の陸軍飛行場として建設された吉島飛行場を拠点として遊覧飛行や宣伝飛行のみを行っていたが、1956年に鹿児島種子島線の免許を取得してから徐々に定期航空路線を拡大し、広島、鹿児島、小倉、大阪、松山を中心とする路線に就航。1961年には、 吉島飛行場の閉鎖により拠点を広島空港に移転した。1971年には資本金が27億円にまでなったものの、同年5月15日に日本国内航空と合併して東亜国内航空となった際、法人格が消滅した。当時、日本国内航空は日本航空に 東亜航空は全日本空輸に統合させるのが運輸省の方針であった。しかし、日本国内航空の親会社である東京急行電鉄の社長、後藤昇は、東急の海外進出を狙い、日本国内航空の存続に関わり、運輸省の意に反して、東亜航空の親会社藤冊氏の社長、佐野雄二にといて、日本国内航空と東亜航空の合併を実現させ、 国内第3位の航空会社を誕生させた。なお、東亜国内航空は、日本エアシステム日本航空ジャパンと解称の、後日本航空インターナショナルと合併した。老朽化し引き取り手を待つもと東亜航空のデハビランド、DH114 タウロン広島県府中市、東亜航空は、多くのデハビランド DH114 ヘロンを運用していたが、 搭載エンジンの部品入手が困難になったことから、エンジンをアメリカ合衆国のコンチネンタル i o マイナス470に換装する改造を行った。この機体を東亜航空はタウロンと命名し運用していた。なお、ターロンとはターヘロンの合成語である。日本国内で航空会社自身でエンジンを交換したのは珍しいケースであった。以前は、 数機のタウロンが日本で保存されていたが、その後解体され現在では、東亜国内航空の JA6162 機が、広島県府中市上下町にある中原グリーニング工場屋上に鎮座しているのみで、ある。ありがとうございます。